お散歩ですね。アヒル区域。お、明るいアヒル区域は初めてか。じゃあその計画っていうのは何なの、大密輸者さん大泥棒みたいな言い方しますね。計画は、音楽かわいい、違う密輸者を見つけることだ。おーい、絶対初めからあなたレックスである必要あったんだろうか。最初に私がナイリーが会うのは。そうなってくると、まあでもね、結果論としてナイリーの本来の役割というか、死者であることを知ったりね、そういうの知れたけれど、なんか虫がいいんじゃないですか、レックスさん。よよよ、なんだ、よくないか居直ってやがるな。じゃあ誰か知り合い、誰か知り合いいるの、友達とか。まあまあ知ってるやつはいる、友達って言うわけじゃないけど。エズマって言うんだ。彼女は悪名高いギャングのボス、え、ギャングのボス、そして女性ビッグママみたいな。え、エズマはバティール地区を牛耳ってる、そして俺がいたギャングはザカート地区を縄張りにしてるんだ。その2つのギャングは今ではライバルでな、昔俺がまだザカートギャングのボスだった頃はザカートギャングのボスだったんだっけ。どちらも仲が良かったギャング同士で助けてあったりした。なんかギャングのボスって感じからは、レックスからは見えませんけどね。そうはわからないものですね、人は。人はというかネズミは、見た目じゃね。簡単に言うと、エズマに密かに入区させてもらえるように頼めるってことだ。何かと交換で、だが。なるほどね。何か？ギャングのボスなんかと取引するなんて正気？ああ、それにそれしかもう方法がないしな。なんでにこやかに言うんだ。はあ、どうなることやら。っていうか、そのエズマって人をどうやって探すの？ギャングの事務所に歩いて行って聞くなんてこともできないし。個人で地区の集金をやってるって聞いたんだ。バザーのあたりで探してみようと思ってる。集金って、わかった。じゃあバザーってどうやって行くの？労働者の像がある広場覚えてるか？そこから西に行ったところだ。労働者の像ね、どこでしたっけ。まあ、とりあえず行ってみましょうか。よいしょ。なんか昨日、あ、昨晩この世界、あ、ここあれだかな、いましたよね。なんかやから三人衆みたいな、サンバガラス、サンバアヒルみたいな連中がなんかまた突っかかってきそうな気がしますが、チンピラ。わかった、ポールに一緒に話してやるからな。お前はアヒルではないけど、アヒルみたいな根性はあるからさ。お、認めてもらえた。よいしょ。じゃあさらに奥に行きましょう。そうだ、お店結構ここまででにコイン結構ここまでにコイン結構取りましたよね。なんか売ってませんかね、露天商。配給カードで何したんだ。ワイルドダックでボブとブツブツ交換したんだけどさ、あいつ全然怖くなかったぜ、じっちゃん。ほう、ブツブツ交換、その配給カード、そういうのが。あら、こっちじゃないな。昼間の音楽なんかいいですね、にぎやかというかほがらかというか愉快な感じのテーマで。あ、露天商いなくなっちゃってる、悲しみ。どこ別の場所でやってないかな。お、彼らはシナモン、あー、同じこと喋ってますね、彼らずっと。なんかこの奥もそのうち行けそうになりそうですよね。ここじゃなくて、あれどこだったっけ、労働者の。おー、何この人たち、怖っ。怖い、ブルドッグと狼みたいなのがいる。な、ナイリどこへ行くんだ。そっちはザカート地区だぞ。しかもザカートギャングのチンピラがいる。ナイリ、あいつらは俺のこと嫌ってるんだ、見つかっちまったら。わかったわかった、じゃあ戻ろう。なるほどね。俺シルにもう一回頼んでみたんだ。それでどうなったと思う。何？あいつ俺のことガムチしたんだ、また。誰のことだって気にしねえんだ、超かっこいいな。何の話なんだろうか。ここか、労働者の像はこれか。わあ、すごい、この像は労働者を表しているのかな。はい、ダックとクマさんかな。女性がいる。私の夫、もっと休みが取れたらいいのに。労働者のための像とは一体何なんでしょうね。難儀なものですね、どこの世界も。そしてついに労働者タワーを完成させたら、女神のソルーナが塔に降臨するんだ。一日がもっと長かったら、労働者がそれだけ長く働けるのに。恐ろしいこと言ってる。こっちかな、じゃあ。おー、ここは新しいとこ。バザー、着きましたね。人間いっぱいいる。嬉しい、なんだか。
メイがシンのこと好きだって聞いちゃった。わかる？あの商人の。あれシンって言うのか。あの商人。あはは。かわいい。かわいい。フェリックスがエズマに言い返したって聞いた？バティルギャングのボスに口答えなんてするなんて信じられる？バティルギャング。あいつ勇気あるね。おう。いろんなとこで噂されてますね。ああ、これそんな思ったほどでもないよ。アヒルのドリンクってワイルドダックで一番人気な飲み物だけどさ、アヒルのドリンク何の絞り汁？何入ってんの？なんていうか気持ち悪いよ。ポールだけだよ、好んで飲む。あ、アヒルが好んで飲むから、アヒルドリンクね。アヒルをどうにかして作ったドリンクではなく、よいしょ。あ、そういえばバーで言ってましたね。この奥かバザーは。じゃあ、おー、あ、こんなおしゃれな感じになってるんですね。よいしょ。モールみたいな。あの、すみません、これダメージがあるんですけど。ノーノー、それがトレンドなんです。それデザイン。トレンディーなあなたならわかるでしょうね。トレンディーだね。あなた良いテイストしてるね。カモン買って買って。やっぱもうちょっと考えてみようかな。いろんなものがあるな。でも金がないな。ああ、どれにしようかしら。至って平和でありますね。なんだか安心して歩けますね。お、なんかキャラ立ちしてる人がいる。死んだ。あ、露天商とはまた別ですね。シン、あなたなんか好かれてましたよ。雑貨屋。雑貨を必ずシンのお店で。何でもありますよ。フルーツもあります。皆さん来てください。シンの雑貨店で何でも買ってください。なんか買えますっていう割には今はまだ買えないと。よいしょ。黄色いのをもらうよ。何の黄色いのだろう。黄色い何だろう。お金全然持ってないけど雰囲気が好きなんだよ。わかりますね。なんかこの石の町、モロッコのフェスみたいだな。ああ、ちょっと大きすぎるのかな。見てってください。買ってください。何でも揃ってます。お皿ならね。いい土地方ですね。じゃあ奥に入っていきましょう。さらに奥へ。お、なんか絡まれてますね。見るからに。とりあえず他の人から。フェリックスがエズマにお金を支払おうとしたの見たか。やっちまったな。エズマがあいつを誰かみたいになってますけどね。エズマがあいつをいじめすぎないといいけどな。まあかわいいカーペットだけどちょっと高すぎるな。フェリックスだ。エズマ、え、これエズマ、あんな恐竜みたいなやつ。僕のお店に何か用かい。何か手伝えることはあるかな。うわー、ざますざますね。良いっすもんね、フェリックス。あー、私の事務所はここからずっと遠くにあるのに、なんで、あ、こんなところまで私はあんたに会いに来たのかしら。なんでしょう。何か借金でもあるんでしょうか。いやー、何か買いたいものはでもあったんじゃ。カン、ローラ、ここに来る途中で行ったこと覚えてる？あー、エズマ。うん、ボス。あ、バッセルハンドかな。かわいいこの犬。この犬飼いたいな。そうじゃ。そう。じゃ、このフェリックスに説明してあげてよ。エズマは商人一人一人に自分から訪れる。ボスが彼らの表情を見るために。ああ、なんかこう、ふっかけたり、ぼったくったり してないかということとか。恐怖のを忘れてるわよ、ローラ。彼らの恐怖の表情をね。あ、ドエスってことですか。ごくん。かわいいな、このネズミを。フェリックス、耳大きいですね。考え直してくれた？いや、それが、僕、バザー周辺はそんなに危なくないから、その、エズマが提案してくれた保護っていうのは、あんまり必要ないかなと思って、だからありがとう、でも、なんかこう、保険、お金払ってくれたら、私たちが後ろ、増援するわよ、みたいなこと言って、いや、でも、平和だから、いらないんじゃないかなって突っぱねたいけど強く言えないみたいな。あら、まあ、あーた口答えする気。エズマ今日も綺麗だな。え、嘘。どう。あ、びっくりした。話しかけてたのか。独り言かと思ってびっくりしましたよ。こんなゴチンゴジラみたいなやつ。
誰を私の邪魔をするのは。あら、レクソじゃない。こいつら蹴散らしますボス。手が早いな。ボコボコにするガエズマ。落ち着いて二人とも暴力は必要ないわ。まだね。ちょっと話さないかエズマ。無駄にはならないと思うぞ。本当に面白いわね。でもちょっと今忙しいの。エズマ、こいつをいじめないでやってくれ。おい、金は払うんだろ。いや、でも不公平だよ。バティールギャングの縄張りで仕事をするっていうのはそういうことなんだ。店じまいはしたくないだろう。なるほど、島なんですね、バティールギャングの。無許可で、あ、よくありますね、ヤクザもので無許可で商売しやがって、うちの島でって。もう僕のパパが言ってたこと本当だったんだ。バティールギャングには歯向かうなって。ぐちぐちしないで早くやらってよ。他にも行くところがあるんだから。わかったよ。じゃあお金これ。どうもありがとう、フェリックス。ショバ代。さあそこの二人早く死んな。さもないとローラとかに始末してもらうよ。いつでも言ってくれエズマ。楽しくなるねボス。聞いてくれエズマ、俺たち上流地区に密輸してくれるやつが必要なんだ。ん、そうなの。あんたとそこの小汚い、そこのことは書いてなかった、そこの汚い小娘のために。はぁ。ちょっと何今のこのおばさん。ナイリー、静かにしろ。やばい、世間知らずがここで大爆発しようとしている。今なんて言った。俺、エズマがそんなに怒りっぽいなんて知らなかったよ。まさかイライラしてるわけじゃないよな。なあ、ははは、全然、こんな子供に怒るわけないじゃない。でもその小娘を黙らせといた方がいいわよ。じゃないと私がやるから。怖、子供でも手を下そうというのか。恐ろしい、さすがギャング。そこで密輸のことなんだけど、エズマ、お前に頼めるか。私を何だと思ってんの。使える奴らはたくさん持ってるんだから。それであんたは見返りに何をくれるわけ。早く答えなさい。俺が何か仕事を一つやるよ。仕事、才能があるのは知ってるだろ。まあ一つ条件があるんだが、俺はザカート地区には行けない。うん、あら、そう。うん、そうね。ああ、ザカート地区以外だったら仕事しますよと。じゃあカリームから奪ってほしいものがあるのだ。お前今言っただろ、ザカート地区には行けないんだよ。足元を見てますね、このバカ。ちゃんと聞いてたわよ。カリームから盗む。それができないなら他の密輸者を探しな。っていうか、なんで密輸なの。この小娘は誰なの。上流地区でいい人生を歩みたいってそういうこと。よく聞きな小娘、あんたらみたいな奴らは上流地区は似合わないの。うん、僕、あの、上流地区の人間です。私みたいな奴ら、私生まれてからずっと上流地区で。しー、どっから来たのかは言うな。我慢しよう、ナイリー、今は。意外とナイリーが、なんか、江戸っ子みたいに食ってかかるのが面白いですね。分かった、引き受けるよ、エズマ。もちろん。私の気持ちを分かってくれると思ってたわ、レックス。で、何をカリームから奪い取ればいいんだ。知ってると思うけど、ソルーナタワー周辺で違法が掘り出されてるでしょ。最近カリームがその違法を集めてるらしいの。何？それは聞き捨てならんな。あんな古いものを集めてるのには何か理由があるはず、私にはわかる。全部盗んで金持ちになってやる。キャーハッ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 。ただの金にがめつい爬虫類ですね、彼女も。私のスパイはあいつの隠れ家からは何も見つけられなかった。カリームの違法の山はどこかに隠されているはず。その蓄えがあんたのターゲットだよ、レックス。そしてカリームは私が関わってるってことは知っちゃいけないの。お前が関わっていること。だがお前以外誰がカリームから泥棒するんだ。うん、カリームとあいつの仲間が違法の隠し場所を知っている。それがなくなっても誰が盗んだかはわからないだろう。だからカリームから直接盗むことは許さない。私があいつの違法を追ってるってことは知られたくないんだ。分かった、直接カリームから盗まない。じゃあ密輸のことは任せていいんだな。なんかややこしいな。ええ、じゃあ私のスパイに合わせるよ。彼女ザカート地区には詳しいからね。俺を監視するためか。そういうこと。隠れて何か変なことをされたらたまったもんじゃないからね。オレンジ色の日よけがある家で私のスパイに会って、バザーの水飲み場の近くにある。ほう、オレンジ色の日よけ、バザーの近く。それじゃあ仕事が終わったら会いましょう。
さああんたどきなさい。キャーハッハッハ。賑やかな連中ですね。あいつらは言ったよ、ナエリ。大丈夫か？大丈夫。ごめん、きつく当たって。だがこいつらの周りでは気をつけなきゃいけない。ここは奴らの島だからってこともあるんでしょうな。大丈夫だよ、ダダ。なんであの人はあんなに意地悪なの？上流地区にはこんなギャング関係のことなんて起こらないのに。ナイリーの両親が騙されたっていうのは違うのか？そして王室護衛隊もお前を追っているじゃないか。うん。どんな場所にも悪い奴はいるんだ、ナイリー。金を持っているかいないかは関係ない。うん。来い、エズマの手下のスパイに会おう。ああ、もう行ってくれないか、エズマチームの皆さん。払え払えってうるさいんだ。なんだよ君たち、エズマのために集金でもしてるのか。はあ、目いってますね。ねえちょっと、レックスはエズマのことを落ち着かせようとしていただけなんだよ。バティルキャングには逆らえないよ、フェリックス。そのルールは誰にも変えられないんだ。王室護衛隊がちゃんと仕事してくれたら、あいつらあのバカな塔にしか興味がないんだ。みんな同じこと言ってますね。バカ？君もしかしてソルーナ教信者？マスクの返事にでも誘拐されたの。ああ、ご名答。まさしく。みんながみんな、あの塔を信じてると思うなよ。俺みたいなやつは現実の世界でいっぱいいっぱいなんだよ。みんなあのでかい塔に興味津々だよ。貧困地区はギャングに支配されてるっていうのに。はあ。ごめん。今日はあんまりいい日じゃなくてさ。お前ら二人はいいやつだよ。わかるんだ、俺。あとで俺の VIP クラブに来たらどうだ。お、 VIP クラブ、人生がうまくいかないときに最高の場じゃない、そのクラブ。行ってみたいですね。そういえば準備しに行かなくちゃな。あ、準備クラブ、何それ。フェリックスがクラブ経営、どうやって金を貯めたんだ。うん、謎が。あいつカーテンの奥にいたぞ。フェリックスの VIP クラブはあそこを通ればある。行ってみる。先にクラブっていうのを体験してみたい。どんなクラブなんでしょうね。というわけで、まあ、次回クラブ行って、それからスパイに会って、まあ、これからは諜報活動ですね。また大きく局面分かりましたが、また明日、続きやっていきたいと思います。本日はありがとうございました。それではさようなら。